はい、こんにちは。坂井です。あのですね、今回は YouTube で広告収益化を目指している方にとってですね、まあ、ちょっと衝撃的なあの内容になっておりますので、やっぱね、最初まずばり言うと、やっぱりね、YouTube の広告収益化って、できる人、できない人います。向いている人、向いてない人あります。それも運動でも勉強でも、例えば男女の付き合いでも仕事でも食べ物でも何でもそうです。世の中にあるほとんどのものって、やっぱり向いている、向いてないってあるんですよ。きっとあなたもあります、何か。 でやっぱりその中でも YouTube も一緒で、あこの人は広告収益化できる、向いているっていう人と、この人ちょっと難しいんだってあるんですよ。で、YouTube の広告収益化って、やればみんなできるわけじゃないんですよ。今、あの日本の国内で収益化できてるチャンネルってたい4万5千チャンネルって言われてます。これは確か YouTube の発表で出てます。最近だと思うんですけどね。でですね、収益化できていないチャンネルは実はその10倍近くあります。 割割がが収収益益化化でででききてて9割が収益化できていないなんですよつまり1000人超えてるチャンネルは4万5000あるのに1000人以下のチャンネルがだから45万とか40万近くあるってことなんですよね、うん。ってことはつまり YouTube の収益化って誰でもできることじゃないんですよ。つまり例えですね1000人超えたとしてもやっと1000人超えてその後に2000人3000人っていうところでゆっくり伸びてったとしても広告収益ほとんど入らなかったりします。あんだけ頑張ったのに毎月 YouTube から支払われるお金がじゃあ1万とか2万だとかね。っいうのもあるんですよ。 運が良くてですね、登録者が1万人、10万人、100万人ってどんどん増えていったとして、広告収益もですね、じゃあ10万、20万、100万とかどんどん増えていったとします。でもですね、突然 YouTube から広告収益が保留になったりもします。それはですね、僕2週間前の動画でも上げているし、今ですね、け結構そのネットのニュースなんかでも、その YouTube の,のスクロール動画だったり、LINE 動画だったりとかが急に収益が保留になったっていうニュースがありました。で、実際これって別にその今、 そのネットニュースのスクロール動画とか LINE 動画だけが今対象にはなりましたけどじゃあ今後あなたがやってるジャンルがあのダメになる可能性もないとは言えないんですよね。それはですねやっぱり YouTube も広告主から依頼を受けて広告を皆さんの動画に載せているわけなのでじゃあ広告主からですねじゃあこんな動画をやめてほしいとかこんな動画に私たちの,あの製品の CM をつけないでほしいっていうのがあったりするとじゃあ つけないでおきましょうっていうことになっていくじゃないですか。ね。急にはなりませんよ。で、おそらく、それが今回のスクロール動画とか LINE 動画っていう、その、まあ、文字メインの動画ですよね。それが収益化停止になった流れかなっていう一つだと思っております。っていうように、YouTube で広告収益化を目指すっていうのは、実はですね、すごく危なかったりするんですよ。なかなか、その、収益化できない。でも、できたとしても、すぐ保留されてしまう可能性もあるっていうことなんですよね。 なので、今、YouTube やってる方の中に結構多いのが、その副収入、副業としてこの YouTube で稼いで、副収入を得たいなっていう方は多いと思うんですよ。でも、今のを聞くとですね、実はそんなに向いてないんですね、副業、副収入に。もちろん当たればでかいです。でも、それまでの期間が長かったり、もうなったとしても収益が剥奪されたるんですよ。だからよっぽどですね、ブログとか FX とかをした方がいいんですよ。なぜなら、再現性が高いからなんですよ。ブログなんかも、まあ、もちろん本当,本当に個人差はありますけど、ちゃんとブログをきちんと書いていければ、まあ、 あの最初のファーストキャッシュはもしかしたら時間かかるかもしれませんけど確実に稼げるようにもなりますしねしっかり勉強すればで FX なんかもきちんと勉強すればちゃんと収入っていうのは得られるようになっていくんですよ、ね、でそれのブログとか FX に関してはちゃんとうまくしっかり努力すれば僕は YouTube よりも稼ぎやすいきちんと復習に入るなと思っています YouTube の難しいところは再現性がないんですよ例えばですね今僕ここにこにうやって 音を聞くね、こうやってイヤホンねあるんですけど例えばこれの商品レビュー動画を作ったとしますでこの商品レビュー動画この商品を紹介するのがおじさんなのかおばさんなのか若いあんちゃんなのか子供なのか女子高生なのかイケメンなのかかわいい声なのかかっこいい声なのか本当に人によって変わるんですよねあと説明の仕方とかあるじゃないですかあと声の高さとかこの間とか喋り方とか雰囲気とかもちろん知識量もありますよ同じ知識を持っていたとしてもこの商品に対して同じ知識を持っていたとしてもその声だったりとか雰囲気で 登録者とか再生図っってて変わってきちゃうんですよねつまり同じことをやっても伸びる人は伸びない人がいるんですよ、ね。これが僕はブログとか FX とかとのやっぱ大きな違いだと思うんですよ。やっぱりこの人が出ることでのやっぱ人柄というか人物っていうところ YouTuber ってこうバーで人っていうところがあるようにそういうところも見られてるんですよね。なので今その広告収益化を目指しているのもいいんですけど僕がおすすめするのは好きなことで生きていくのであればきちんとマネタイズを考えなさいってことなんですよ。ね っていうのは、好きなことで生きていく動画の再生数が上がる登録者が増える広告収入じゃなくて、そこで自分のファンを作って、自分っていう商品をきちんと売るってことなんですよ。例えばですよ、例えば僕、英語が得意とか、ね、語学が得意、例えば中国語とかフランス語が得意っていうんであれば、じゃ動画を作って、じゃあ僕が英会話の個人レッスンしますよ、どうですかっていう自分の時間とかスキルを売るってことなんですよね。それでお金を稼ぐってことなんですよ。 あとは例えば私ファッションが好きですということで例えばいろんな着こなしなんかを上げていったらそこでファンがついて私もあなたみたいになりたいと私もあなたみたいにおしゃれになりたいなっていうことを依頼を受けたらじゃああなたの まあ似合うう服っていうのを選びますよ、まあ、そのファッションコンサルですよねだったりとかオンラインサロンなんかをやって、えー、そのおしゃれをしたいなっていう女の子なんかを集めてじゃあみんなで自分のやったおしゃれなんかをアップしながらそのレベルをアップしていくみたいなサロンを作ってもいいようにその本当に好きなことで生きていくのは広告収入じゃなくてしっかりそういうコンサルだったりとかサロンだったりとか何かものを作るみたいにきちんとそっちの方向に動いていかないと。 たとえ登録者が1000人、1万人ってその今のチャンネルで超えたとしても、ある日突然広告収入がゼロになったらもうダメじゃないですか。ね。だから、今のうちに広告収入以外の今のチャンネルを生かしてマネタイズをしなきゃいけないんですよ。じゃあ、っていうと、じゃあさっきの英会話の個人レッスンにつなげるんであれば、どんな動画を上げていけばいいのか。ファッションコンサルをしたいとか、オンラインサロンでファッション好きな子を集めて、何かこう、 レベルをを高めててていいいききたっっうのであればどんんななな動画を作っていくべきなのかなんですよだから今の自分の好きなもの得意なものあると思うのでそこを生かしてじゃあどんな商品どんなサービスだったらみんな私に依頼してくれるのかなとかみんな利用してくれるのかなって考えてじゃあそうするための動画ってどんなもんだろうっていうのを考えながらあの YouTube っていうのをやっていかなきゃいけないんですよだから YouTube をお金を稼ぐためのプラットフォームじゃなくて自分っていうものを発信していく場所っていうふうに考えていく人がやっぱり成功していきます。 今、まあ、この動画を見てる YouTuber の方に聞きたいのは今あなたがやってる動画のジャンルは好きなこと得意なことやりたいことなのかなとそれともただお金を稼ぎたいからこれだったら稼げるって聞いたからやってるかなんですよでこっちの稼げるからやってるっていうことに関してはですね結構僕は今後きつくなってくるんかなと思います それよりはこっちの得意なこと好きなことだから動画を発信していってそれに対してファンとかが集まってきて登録者が増えて広告収入が入ればもちろん OK ですよでもそこからプラスの例えばコンサルだったり何か商品を作って販売するとかオンラインサロンでグループを作るみたいにその広告収入以外の稼ぎ方ですよねマネタイズっていうのを考えていかないと多分これからきつくなってきます ぜひです、ね、今回の動画を見たきっかけにです、ね、自分はお金が欲しいのかそれとも好きなことをやりたいのかきちんと今のうちに考えた方がいいです。好きなことでお金を稼ぐというのはなかなかもちろん、広告収入ですよ好きなことで広告収入を得るというのは本当に一握りです。 今、自分のチャンネル登録者があんまり伸び悩んでるとか、あんまり勢いがない、1日、例えば2、3人しか増えていかないっていうんであれば、やっぱり広告収入ってところは、諦めるじゃないけど、もうできたらいいなぐらいにしといて、それよりは今の自分のファンを増やしていくっていうことなんですよ。だから、そうなると、さっき言ったように、じゃあ、何を売るか、何で稼ぐかっていうところの逆算ですよね。一番最近簡単なところだと、自分がうまくいった方法を有料のノートにして、それに課金して、やっていくっていう方法ですよね。 あと、例えば僕みたいなコンサルとか、えー、セラピストさんとかコーチさんとかあと、資行ですよね。とか、あとはまあドクターというかまあそういう治療家の方ですよね。そういった方はもう自分の持っているノウハウというのを出していくことで、まあ、信頼を得て、そこから例えばその問い合わせっていうところにつながっていきます。でもちろん、なんか物を作っているなんかメーカーさんですよね。メーカーさんであればその商品の紹介をすることでその商品に興味を持ってもらって売り上げっていうのにつながっていきますよね。なので、YouTube で大事なのはもちろん広告収入も大事なんですよ。でも なんかやっぱりいろんな YouTuber さん見てるとやっぱりお金が目的っていう人は結構うまくいかなかったりとかモチベーションが続かなかったりするんですよ。なので、あのなんんですかね、とりあえずお金稼げるから YouTube じゃなくて好きなことがある、やりたいことがある、でもこれを伝えるのは YouTube しかないとか y o u t u b e が一番適しているっていう人の方が YouTuber としては僕は伸びていくんだろうなと僕は思っています。実際た登録者増えていくのはやっぱそういった方ばっかなので。なのでやっぱり ね、そこをきちんと考えながら、まあ、これからの YouTuber の活動っていうのを続けていってもらえたらなと思いますで、まあ、なんでここまで言うかというとですねやっぱり今こう話題になってる将来は AI に仕事を取られるみたいなところがあると思うんですよで僕はもうそれはもちろんあると思ってるんですけどその AI に仕事を取られるっていうのは何が取られるかっていうともう簡単な事務作業ですよねだから皆さんは多分時間ができてくると思いますも,うもちろんすぐじゃないですよ、ね、時間ができてくると思いますそうすると皆さんきっと遊ぶ時間を探すんですよ、ね で例えばこんなカメラ買って動画撮ってみようかなとかあこんな遊び場があるんだ行ってみようかなとかあこの YouTuber さんこんなことしてるなこのキャンプしてる楽しそうだな僕もやってみようみたいにその遊び方を探すようになると思うんですよ。ね、とかもしくはあの例えば時間ができたから資格を取ろうとかみたいな形でその勉強とか本当に自分の自由な時間が増えるので遊びとか学びってものを教えてくれる YouTuber がものすごく僕は重要な存在になってくると思います。 だからこそ今のうちにこれなら僕は専門性になれるとかこれなら僕は一番だっていうところでしっかりとしたポジションを得ながらじゃあそのポジションをついて何をするのかオンラインサロンなのかコンサルなのか商品を販売するのかそれともなんか他の目的なのかもちろん広告収入っていうのも考えていきながらですよそれをやりながら自分の,その目的に向かって YouTube をやっていくっていうことがやっぱり今後成長する YouTuber なんじゃないかなって僕は考えております。 ぜひです、ね、皆さんも今回の動画をきっかけにです、ね、今後の自分の動画の発信だったりとか改めて自分の強みっていうのを考えてもらえたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice movie!